34年の歳月をかけて進められてきた大隅地区の西一町での用水路などの整備事業が完了し、記念碑の除幕式が行われました。総南部地区二十歳灌漑事業は、鹿屋市にある紀北ダムの水を鹿屋市、志布志市、大崎町のおよそ4000ヘクタールの畑に送るものです。工事は1989年に始まり、国と県がおよそ780億円の事業費と34年の歳月をかけてダムや水路を整備しました。どうぞ。今日は記念碑の除幕が行われ、工事の完了を祝いました。今後スプリンクラーなどを活用した生産性の高い農業ができると期待されています。農業に関わる皆さん方の生活が少しでも安定的になるように、一生懸命努力していくためにも活用してまいりたいというふうに考えております。